フルメタル、パニック新作に対するネットの反応を紹介します。フルメタル、パニック総合スレ新作出たからアニメ中心に読み直したり見直したりしてるけどやっぱり面白いねフルメタ。新作といってもドラマが2、1話だけだけどね、それでも個人的にはめっちゃ続き楽しみなんだけど、早発売日決まってほしい、あと波可愛いし波可愛い。君さえいれば銃などいらなかったはずですよね。これは銃ではない、手榴弾と指向性の三段地雷だ。この家に不法侵入してくる賊は低体教訓をその身をもって学ぶことになるだろう。これは我が家だけの問題ではない。このような難攻不落の場所があることによってご近所の平安が保たれ地域の治安の向上につながここでハリセンが飛んでくる。ちゃんとボンタ君もある安心感。アナザーの何年後になるんだっけ ?8 年くらい。実際アナザー完結も2016年だから現実と大体一緒だな。アルはどうなってるの？息子の口から名前は出てきた。アルは絶対長男のタブレットに潜入している。カナメ何歳なんだろう、JK の娘がいるようには見えん。本編の20年後だから38歳くらい、ソウスケも。波が高校生だから割と早い段階で子供作ったんだよな、ソウスケとカナメ。カナメの子供であるヤストはカナメと同じ超天才設定。娘は波から、息子はカリーニンから、ヤスト、アンドレイ。アナザー頃の時系列でソウスケんとこ二人目できたんだってってマオとかが話していたから長男は8歳くらいか。軍曹が子作りするとは。しかしそうか、ソウスケがカナメのことを千鳥と呼ばなくなっているわけか、感慨深いな。オタ向け作品で息子を出すのはなかなか珍しいな。豚がヒロインの息子に嫉妬するからタブーらしいのに。もう読者層もいい年だからじゃない？確かに主人公の息子が主役の作品はよくあるが、主人公が続投してヒロインの子供に息子がいるパターンはあまり見ない。大抵は娘。娘が太ももに武器つけてるのは父親の教育によるものなのかな。大宮に一戸建てで暮らしているだと？と思ったが傭兵としてかなりまとまった金を稼いであったんだろうし余裕か。待って、この世界まだ大宮は市なの？大宮市は間違いではなく、この世界では大宮市なのです。テッサは嫁き遅れてるか、案外さらっと優秀な旦那見つけてるのか。テッサはほら、おねしょ多要因だろ。相良家の長男狙いかな。テッサは未だに独身だとちょっと切ないな。結婚が全てじゃないとはいえ。久しぶりにアニメ見るとテッサの床なボイスが可愛すぎて困る困らない。娘に彼氏ができてソウスケが動転する話とかやるんだろうかな。娘の彼氏が飼っているボタンインコの話をし始めたお父さん。これと立場が逆になるのか。フモック勢も中年になって出てくるのかな。20年後も凄まじいんだろうかな、神代高校ラグビー部。ソウスケが短編でずっと林水会長に抱いてていざ本編でここぞという時にあの人を頼るのほんと最高の展開だった。最後の別れの会話好き。何らかの特殊な工作員なのを黙認しつつも最後にはもうごまかせないだろうと忠告する会長と狼狽するソウスケ、最後の最後に手助けしてくれるのほんと好き。あの話の何が好きってもうごまかせないのがソウスケの気候の方じゃなくて要の異常性の方っていうところ。ソウスケは割と馴染みつつあったんだよな、あのタイミングだと。戦場と日常の切り替えが全くできない人間だったのに半年もしたら自分から学校に通わせろと言い出したからなカリーニンの思惑通り行ってた。林水閣下は多彩だからどんな仕事しててもやり手だろう。要の頭脳なら在宅でも普通以上に稼いでそう。それはそれとしてパートとか出てそう。要のウィスパード由来の頭脳は消えちゃったので、ソフィアがまだ要の中に共存してるからおそらく能力的には消えてないと思う。新技術のささやきがないってだけですでにもたらされたものは消しされないし、消しちゃダメなんだって答えで古めた世界続行したんだしな。会長閣下と家族ぐるみの付き合いしてたら嬉しい。京子の家とは家族ぐるみの付き合いしてそう、しててくれ。ソウスケが親父になったのかと思うと感慨深い。カリーニンさんにも見せてあげたい。辛い。ストーリーは1冊分くらいなんだろうかな。書籍化してくれるのだろうか。雑誌に載るのは1巻の1話目だけって書いてあったから出るのは確定してんじゃない。短編のりらしいので楽しみだ。ドラマが買おうとしたら売ってなかった。売り切れたのか仕入れていないのかどっちや。ドラマ側図書館に置いてることもあるから読むだけならそっち調べてみるのもいいよ。ラノベどころか雑誌まで置いてあるとか時代が変わったのか。ご近所迷惑だから発煙筒は使いたくないし妻が怒るから家内には罠は仕掛けないし子供の教育に悪いから人殺しはしないお父さん。えらい。成長したな。マシにはなったけど根っこが変わってねえ。世界屈指のノンリーサルトラップマスターになった。意外とお父さんは許しませんよタイプじゃなかった軍曹。天国のカリーニンもにっこりしてそう。一般人になれたのか。クルーゾーが今どうなってるかが一番気になる。
クルーゾーは公式で異世界転移しちゃってるのが厄介すぎる。クルーゾーはアニメーターになったんじゃなかったのか。日本に移住してアニメ会社で制作進行やってら異世界に転移して現地のメカデマ改造したファルケに乗りながら日本に戻って原画を届けるために戦ってるとこで観光が止まっている。あのアニオタそんなトンチキなことになってるのか。相良宗介軍曹は足を洗って一般人になった。クルツ・ウェイバーは民間軍事会社の構成員として活躍した。クルーゾーは異世界に転移していた。クルツはもう兵隊になるために生まれてきたような天才中の天才だから、こいつ高卒だか中退だかで思い立って日本から海外に飛んで傭兵してるとかいうアホみたいな経歴なのにあれだぞ。所詮貴様の根性などその程度のものだ。家に帰ってお前が大好きなヒロことやらの写真を抱いて寝るがいい。もっともお前のような腰抜けが惚れてるアイドルのことだ。さぞや救いようのないアバズレなのだろうな。何度でも言ってやる。ヒロコアアバズレだ。違うというならガッツを見せろ。丸太を担いであと10往復だ。嘘から出た誠と言うべきなのか。待つ、嫌じゃなかったっけ。めっちゃホリデーとか言ってた記憶がある。原作はヒロコ、アニメは松浦美希、愛称は美希希、代表曲はめっちゃウィークデー。ラグビー部の特訓のところ今見るとどうしてもスパロボのランカリーはアバズレだを思い出してしまって笑ってしまう。フモック今見てるけど大貫さんに勝ってる恋食わせるのやっぱりえげつないわ。ギャグ描写だけど殺すのに手間取ったぜ。恋に続いて大貫さんの大事な肝台無しにしてたな軍曹たち。そういえば温泉で風間くんシードに覚醒してたっけな。小説だと何度か言ってみたけど聞こえなかったから銃使って威嚇してたけど、アニメは要のアドバイスからのスムーズに威嚇射撃してコッペパンを要求するだから面白い。何かのゲームであったテッサと結婚エンド見てみたい。4期アニメやってた頃にゲーム出してたね。テッサと結婚したり、ナミと大金持ちになったり、レナードをボンタ組んで倒したり。俺はソウスケが要とナミとミラとテッサで喫茶店やるエンディングが好きだな。どんどん角張っていったんだな。ゲーム版の特典ディスクでエビカワが話してたけど、4期でアーバレストを角張らせたのは CG の都合らしい。影をつけた時に今までのような流線形だと映像が微妙だったのでアレンジしていったそうな。1期アーバレストは忍者感があって好き。作中どんどんと人間臭くなっていく。アルト新作で娘に時々自信たっぷりと間違いを教えてくるところが AI みたいな父と言われる宗介の対比がたまらなくにやける。家族サービスで雨降りに行くんですね。わかります。俺が古メタの小説読んでたのもう20年前だよ。時の流れは怖いな。お父さんがお前くらいの頃はもうちょっと未成年の飲酒も緩かったぞとか娘に話してうざがられる。軍曹にダメージ受けたぞ。軍曹が普通の親父やってると感動してるぞ俺は。会長閣下が高校を出て行ったとしても人生は続くんだからあんまり悲観しなくてもいいよと言ってたが、まさにその続いた人生の話を読めるとなると感慨深い。アニメの完結編はまだかな。できれば最後までやってほしいけど、やってくれる制作会社がないんだろうか。古めた新作に対するネットの反応いかがでしたでしょうか。漫画とかだとたまにあるけど、ラノベ原作で子供世代の話は珍しいかも。あまり知られてないだけで普通にありそうだけど、軍曹が父親になってるのは感慨深い。アニメ完結編はやはり難しいのだろうか。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。